やばい、充電がなくなる。よし、今日はね、なんかすごい髪の毛が来た。今日はね、投票をするぞって思って買ってきたんですけど、あの、私まあ知ってると思うんですけど、一人じゃないですか。で、一人だから、あの、なんて言えばいいの、このスマホをなんか斜めてる、斜めてるな、片言、そんなに片言だった。あの、あれなんですよ、ちょっと待って、よいしょ、無理だ、届かない、ちょっと待って、よいしょ、やばい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 、戻らない、充電が、どうしよう、こうやってやればいけるかな、あ、できた、で、別のそう、スマホがないんですよ。だから、あ、どうしようこれはって思って、そしたら私、あの、ゲーム機があるなっていうのを思い出して、で、ゲーム機からネットを使えば、あ、これ投票できるじゃないかって思って、なのでゲーム機で投票します。見て、ちゃんとここまで入れた、こんにちは。映りが悪い？しょうがない。しょうがない。ということでね、やっていきましょう。そうそうそう、できたんですよ、実は。もう一票入れちゃったんですけど、さっき。できました、これで。もう一回同じ画面開いたんで、いけます。大丈夫、晒さないよ、多分。晒したらごめん。何これ、ティーチャーティーチャーだ、ティーチャーティーチャーの可愛いゆいゆいさんとさっしーさん、よし、ということでね、 CD を開けていきたいだけども、よし、口に出すのもなしで OK です。どうやって開けるんだ。私 CD とかさ、なんかさ、全然さ、なんていうの、買ったことなくって、自分で。だからさ、え、これ開き口なくない、どうやって開けるの、あ、ここかな、開かない、どうやって開けるの、あ、待って、これはまだ大丈夫だよね。どうやって開けるの、あ、ハサミね、これ調理バサミのハサミだから気をつけなきゃ。紐みたいなのついてる、紐みたいな、チョコとかについてるやつ、あ、あ、かも、これだ、なんだ、ハサミいらないんだ、多分あったはず。開かないんだけど。みんなどうやって開けたんだ、え、まだここじゃないのか、いや、その下に引っ張るのがある、開かない。開かないよ、ダメだな、もうハサミでやるか、いや、開かないな、ハサミでも、どうしよう、
どうやって開けてるんだ。ピロピロ横にない、ないよ。これがないだけ。ずっと他ので見るわ。いや同じやな。いや同じだよ。みんなすごいね、尊敬しちゃう。あ、できた、やっとできた。よし、どうやって開けるの CD って。こうか。あ、ちょっとさ、みんなに見せながら投票したいけど、やっぱ見せたらねダメだから、自分でこっそりやるね。あった、よし、やるぞ。どっちだこれ。こっちか。あった。え、これ無言タイムになってしまう。よし、めっちゃ音出るの恥ずかしい、消そう音。よし、やろう。わ、言っちゃいそう。あ、なんか私さ、どこに何があるって分かんないんだよね、英語が。あ、もう間違えちゃった。よいしょ。たらダメ、振り返よみんな。と、え、あ、言っちゃった、もう言っちゃった。もう言っちゃった、どうしよう。まあ F ぐらい大丈夫だよね。うん、多分大丈夫。あ、もう言っちゃった。フリじゃないと思う。そうだね、真面目にやらねば。まあでもこんなねすぐ打てないから大丈夫だよ。みんなできた。できました。1票目。シュールだな。初回版かな。何版なんだろうこれ。なんか同じのいっぱい同じの買っちゃった。どれもなんかポイポイポイって取っても買ってきちゃった。あれ、何番なんだろう、わかんない。かわいい。5個買ってきた、5個。なんかさ、あれ、まあいっか、よし、次行きますか。握手券ついてるなら初回版。ああ、あ、ついてるついてる、初回版だこれ。
初回版で。よし、次行くぞ。もういいや、これは置いとこ。よし、2個目。あ、ハサミはいらないんだ。大丈夫かな、これ開くかな。また、あ、今度はスムーズにいきそう。よし、握手券はどうするの。どうしようね。よし、開かない。開いた。よし、あ、ありました。見えない。2枚目。握手券どうしようね。確かに、よし、メルカリですか。いや、そんなことはしないよ、さすがに。そんなことは。あ、打ちやすい、これ。はい、あー、ひらがな打っちゃった。でも確かに使えないよね、これ。もったいないね。あ、くしゃみ出そう。大丈夫だ。はい、はい。え、これスマートフォン PC のみって書いてあるけど、これでさっき投票できたけど大丈夫かな。まあいっか、投票できてるし。はい、打てました、投票。あ、 OK です。よし、次いきます。開けれるかな。ママと弟にあげよう。そうだね。でもこれ、え、いつ使えるの、この参加券って。いつでも使えるのかな。ティーチャーティーチャーだったら。皆さん明日ティーチャーティーチャーですよ。ちょっと言葉がおかしいかもしれないけど、明日ティーチャーティーチャーですよ皆さん。よし、開けよう。開きました。はい、よし、いきますか。あぶね、今見えたかと思った。あれ、あ、間違えちゃった。あ、ティーチャーティーチャーじゃないわ。ジャーバージャーでした。ジャーバージャー、ごめんなさい、間違えました。ティーチャーティーチャーばっかり見てたから、もうティーチャーティーチャーしか言えなくなってしまった。ジャーバージャーです。ジャーバージャー。明日パシフィコ横浜下、違うわ、間違えた。またひらがな打ってしまった。はい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 、よし、投票できました。続いていきましょう。このピンクと青のしか買ってないよ。あー、なんか今度難しい。できた。ここでしょ、ここ、ここだったんだね。めっちゃ分からなかったよ。
あげます。よし、ありましたね。打ちましょう。学習しました。はい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 、あー間違えた。はいはい、 X がない、あった。モバメの表はこれじゃできないから後で自分でやります。はいはい、 X いっちゃった。大丈夫だよ、 X ぐらい。投票できました。かわいい。よし、最後。早いな、案外。うわ、この音嫌い。 CD の音、このキーって音。ヒヒ。では最後となりました。悲しい。開けれない。最後です。あげます。あー、はい、やっていきますよ。振らないの？何を振るの？はい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 。キュー、また言っちゃった。写真入ってたよ、なんかゆいゆいさんとさっしーさんのやつ。はい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 。はい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 。755更新したよ。そんなに755更新してないっけ私。はいはい、よし、投票できた。見て、見える？ちょっとぼやけて見えないや。投票完了ってなりました。よーし、できたー。できました。
疲れ。今日はね、CD を買いに行ったり、お洋服を買いに行ったりしてたんだけど、特にこれとしたことはなかったわ。お疲れ。逆に入れちゃった。ん？あ、逆じゃないや。CD が逆なだけか。よーし、足いった。サンリオ行かないの？何サンリオ行かないのって。何の話？あれ、明日って私何部ですか？皆さん。気になる。気になる。遅いやつだっけ、3部って1時ぐらいからのやつだっけ。それは4部あれどうだっけな。うん、あれ、あ、こっちにあった。あ、12時からのやつね。なんだ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 。お腹のすく時間帯のやつですね。了解です。よし、了解です。え、12時か。12時で1時半に終わりで、ほうほうほう、横浜だよね。ほう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 、お昼だ。お腹空いてきちゃった。お昼のこと考えたら、なんか入らない最後まで。なんで？あ、いった。みんな明日来てくれますか？あれ？私の買ってきたミルクティーあった。ファンにやつとか言っちゃダメ。何やつって。あ、開いた。なんかゲームしたかい？いや、何もしてない。俺は見た、コハピの、コハピもやってた、デトロイト面白かったわ。もぐもぐ配信してください。家に何もない、ご飯が、食べ物が。何もない、今冷蔵庫にも何もない。メトロイド面白かった。アリスちゃんが可愛いわ、あの子。何でもすぐ守ろうとするあの子。お前自分死んじゃうぞってぐらい人のこと大切にしてる。アリスちゃん可愛いわね、本当に。見えちゃうミルクティーが。今日は地元のお祭りで賑わっています。なんか今日さ、お洋服買いに行ったらめっちゃ浴衣着てる女の子が2人じゃない、いや、いっぱいいたわ。そういえば、
300票入れた。本当にありがとうございます。そう、浴衣を着てる人がいて、かゆいな。てか最近虫刺されがすごい、めっちゃ足かゆいんだけど、なんかいっぱい刺されてる。5箇所ぐらい今日刺されてる。もう今日買ったんですけどね、めっちゃ可愛いお洋服なんですよこれ。ほら超可愛いの。まあ、ということで明日来る人は楽しみにしていてください。マジで足かゆいとか言ってたらかゆくなってきちゃった。やばい、めっちゃ赤い足、やばい。なんか今日前髪がね好きじゃない、カタカタ。あーみんな何をしているの最近、気になる。みんなかゆい、よいしょ。名古屋の店で、名古屋でだよ。はあ、あ見てこれ最近買った、可愛くない？お家でねずっとつけてる、もうブサイクな時に。あよしさんありがとうございます。可愛くない？めっちゃこれをね今は見えないけどこうやってねペタペタペタって貼ってるんですよ。なんかさ何かするときに邪魔されたくなくて髪の毛に、だからなんかこうやって全部結んで全部こうやって上で留めて、前髪も全部こうなんて言えばいいの、こうやってやって全部こうやって留めて、何もされてない状態が好きなの。シナモンロール、そう可愛くない？めっちゃ。いや今はだってシナモンとか出していいんでしょ、サンリオコラボ中だから。うまっ。どんな時にするんや。え全然メイクする時とかピンって全然使いますよ。使いますよ。その数アップして、いやもうブサイクすぎて見せられない。かわいいよね、かわいいシナモン。そうマイメロとかもある、キキララちゃんとかもある。あとは何だろうな最近は。最近はめっちゃビビアンにハマってる。ビビアンビビアンビビアンって感じ。そんなビビアンじゃないんだけどね。サンリオのコラボの生写真分かんなかった、結局どんなのなのか。なんかなんでだ、何で知ったんだっけな、なんかツイッター見てたらなんかさ、フォローしてない人のツイートもなんかさ、なんか回ってくるじゃん。なんかこの人はタワーレコードなんとかなんとかさんがフォローしていますみたいなので回ってきて、フォローしてないのに。その時になんかほののさんのなんかコラボしてあるやつがあって、ビビアン違う、ビビアンさんじゃなくってね、ブランドの方ね。
急にどうしたってなっちゃうじゃん。そう、ビビアン、そうそうそう、そう、ウエストウッドの方のビビアンです。眠たいということでね、うん、何しよう、することない、うん、唇の色が薄いな、塗りたい塗りたい、久しぶりすぎる。なんか、あ、昨日発表されたと思うんですけど、新公演になったじゃないですか。だからなんかそれのレッスンがあって、結構なんだかんだでできなかったなって感じ。なんかやっぱなんていうの、発表するまではレッスンとかなんか新公演のレッスンをしてることは言っちゃダメじゃないですか、分かっちゃうから。まあ何の公演かはね、お楽しみにしていてください。そう、ということで、それでやろうやろうと思ってたんですけど、なんだかんだでできてなかったっていう。そう、レッスンをしているとも言えず、ね、的な感じで、空白の一日とかが結構あったと思うんですけどまあね、シアターの女神、シアターの女神ってなんだっけ、なんか聞いたことあるな、普通の公演名だよね。まあ、ということでね、それを、新公演もお楽しみにしていてください。 B3 のことも仲良くなれたかい？どうだろう。ラブリーは仲良くなった。ラブちゃんかわいい。なんか、なんていうの？チーム付きだし、一緒の K2 じゃないですか。だからレッスンも一緒に参加してたから、一緒にいた。なんかね、面白いの、ラブちゃん、なんかずっと顔が死んでるので、なんか体調悪いのかなと思って、どうしたの、なんかすごい顔色悪いよって言ったら、なんか、あ、いつもなんか言われるんですけど、なんかこういう顔なんですって言われて、あ、そうなのねって言ったけど、なんか顔が死んでて体調悪いのかなと思って、もうびっくりしたんですけど、よく言われるんですって言われた。そうなのねって言ったけど、うん、いや本当になんかびっくりした。なんかね、本当になんか口からぷわーって魂抜けてるような顔してて、まあ確かにあれだなと思って、なんていうの、あんまり先輩もいっぱいいる中だから、まあそりゃ緊張しますよねみたいな。味方の顔生き生きしてる。いや私も結構なんか顔がなんか顔が抜けてるみたいなことよく言われるよ。なんか、うん、疲れた時とかは多分ひどい顔してると思う。顔死んでると思う、本当に。気になるな。31はやっぱおじさんだよね。どうしたの急に。31はおじさんじゃないよ、でも多分大丈夫だよ。でもラベリンって私より年齢上なんですよね。うんうん、確か 17?18? どっちかだったと思うんですけど、私より年上なんですよ。
リコリンと同い年だから普通に言ったら1個上かな。まあ確かにそんなね似たようなもんですよ。でもね聞いてください、小学生と中学生じゃやっぱ違うんですよ。小学校6年生と中学1年生って結構違うじゃないですか。だからやっぱ年齢ってね結構あるんですよ差が。みかちゃんはどの年齢層にも優しい。みんな優しいでしょ。高校3年生そうドラフト生がねあれなんですよ、年上が多いんですよね。でもね全然話したことないからね、まあ話さなければとは思っているけれど、でもそんなになんか交流する場がないんだよな正直。そうなんですよ、交流がなかなかなくてね。マジでかゆい、やばい。先輩だもんね。いやでも先輩って言っても1年半しか違わないんですよ。そんなですよ。りんかちゃんコミュ力あると思うんだけど、いや私ファンの人とは話せるけど、あの普通になんていうの、普通に生活していたらコミュ障だから無理。あのネットでしか生きがれない感じなんで、ムズムシじゃない、なんか蚊に刺されたっぽい。ドラさんだけ別レッスンが多いみたい。そりゃそうでしょ、だって8期の時もなんか謎のレッスンがめちゃくちゃあったもん。なんかどの期も経験しているらしいんだけれども謎のレッスンがあるんですよ。まあしょうがないでしょうそれは。みんなやってきたし。怖い先輩と思われちゃう、やだん。でも演歌は別にね怖い先輩じゃないと思うんだけど、多分ネットの住民、そうです、ネットでしか生きがれない、そうです、引きこもりです。8期にも人見知りしたの初めは、なんか全然覚えてないんだよね私。なんか何があったのか覚えてない、8期いつの間にかって感じ。でも最近なんかね悲しいんですよ、昇格してからなんか全然合わないんですよ同期に。なんかしかも私の場合矢作と私しか8期がいなくて、矢作あんまりいないからなんか同期がいないっていうのはもうねえ悲しいことなんですよ。そう会える機会が、そうでも私はねゆずとね抹茶フォンデュを食べに行くっていう約束をねしてるので早く果たしたい。ショールームで会えるよ。こないだねののちゃんがねショールーム昨日かな、なんか昨日ねレコーディングがあって、でレコーディングを待ってたんですよ、それを順番を。なんか待ってる時になんか暇だから誰かショールームやってないかなと思って見に行ったらののちゃんがショールームやってたから、私全部星99個溜まってたんですよ。だからね全部投げたののちゃんに、ずっとねポチ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 って押してた、1レベルぐらいアップした。ゆずぽ言ってた、抹茶本で行きたいよ早く。
味方の栄養作文やってたよ。何それ、ののちゃん常に配信してるよね。だからもうめちゃね、頑張ってるなと思って、私はすごく応援してる、応援してるから投げた星を。なんかツイッターになんか紙なんか時間帯みたいの載ってて、えこれ一日中じゃんって思って、ののちゃん頑張ってるなと思い、私も送りましたね。4位だよね、すごい頑張ってほしい。結構星って送るの大変なんだね、あれ送ってて思ったけど。でもなんかイズリーも頑張ってるらしいんでね、頑張ってほしいですね他人事のように言ってしまったけれども頑張ってほしいですね。ただ私一日中配信したら多分死んじゃう多分もうなんか疲れ果ててしまう気がする。ののちゃんに星投げたこと報告した、いいよ別にみかちゃん頑張らないの、いや頑張らないわけではないんですけども、みかちゃんもやってたら死んじゃうよ。あと新公演のレッスンとかあるし、なかなかあれっすね、多分なんていうの、時間の差とかで負けたらめっちゃ悔しくない、あともう何時間とかやってればできたのにみたいな感じになっちゃいそうだし。長い時間やってたからやってみたら、いや長い時間とかさやってみてもいいんだけどさ、私さ一人だからさ、なんか何があるか分からんから嫌じゃない。何かあってもさ親に何かやってもらえばさ済むこともあると思うんですよ。宅急便とかね、いろいろあるじゃないですか。アマゾン来るから眠たい。よし半になったら終わりにしよう。リコリンと一緒にしたら、リコリンと遊びたい、最近遊んでない。リコリン、リコリン、でもリコリン学校忙しそうだからな。リコリン、あ誰か今度リコリンがショールームやってたらリンカが遊びたいってって言っといて。遊びたいよリコリン。早っ、いや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 、何分やった、結構やったくない、1時間ぐらいやった気がするんだけど。こんばんは、お久しぶりです、こんばんは。今日のお昼ご飯は韓国冷麺でした。今日の私のお昼ご飯はキウイのヨーグルトとベーコンと、なんだこれ、あ、やばいやばいやばい、牛タンみたいなやつ食べた。メールでもしときなよ。夜ご飯何、なんか夜ご飯何にしよう、なんか決めてないうん、なんかお腹空いたら買いに行こうって感じ。それ合う、合うよ。ゆずちゃんに無人島行くとしたらりんかちゃんとめがいちゃんどっち連れていくって質問したよ。いやどう見てもりんかでしょてかりんかって言ってほしいよ。夕ご飯焼き飯作ってた、ほうはあ
ご飯買いに行かなきゃ。でもお腹空いてないし、まだ大丈夫かな。うん、もうないよ、もう話すこと終わっちゃったよ。もう何があるかな。自由気ままな生活だね。確かにそうかもしれない。大学生のような生活、そうかな。買いに行くよ。いや今日はまだ買いに行けるメイクをしているし、買いに行ける格好、買いに行ける格好だし、味方の気ままな感じがいいよ本当に。今誰に会いたい？誰にも会いたくない。誰にも会いたくない。全然一人でいいって感じ今。すごくなんか愛されないことを言った気がする今。ごめんねみんな。コンビニスーパー、いやコンビニでしょ。うん、コンビニでしょ。そんな寂しいこと言うなよ。いや寂しいとかじゃないんだよ。寂しいとかじゃなくて本当に特に会いたい人がいないんだよ。悲しいかもしれない。悲しいかもしれない。それもそれで悲しいわ。分かれ目が深い。あ、最近買ったものあったわ。ちょっと持ってくるねみんな。見て。どうしよう、孤独だこれは。りんちゃん可愛くない？ラブライブです。かわいい。同じりんちゃん、かわいいんですよこの子。かわいい。よしよし、可愛くない？りんちゃん、もうアニメしかねない、することが。だからね最近はあれ見てれば、プリちゃん見てる。プリちゃん知ってる？みんなプリちゃん、今のねプリキュアみたいなのあるでしょがね、今の時代 YouTuber みたいになってるんですよ。みんなびっくりすることに今の時代ね、あの女の子がね YouTuber みたいなのにねなるね、あのアニメがあるんですよ。プリちゃん、そうリンカちゃんいるんですよ。あのそうなんですよ実は。やばくない今の時代、びっくりするよね。まあ、プリキュアの分類ではないんですが、プリキュアみたいなんですよ結局。そう最先端でしょ。今会いたい人いないからのフィギュア登場だね。しょうがないよ。かわいいりんちゃん、かわいい。かわいい。
このポーズがまた可愛いよね。どう？可愛いわ。ということでね、オタクを発揮したところで、終わりにしたいと思います。じゃあな、みんな。バイバーイ。切るね。バイバーイ。